お前ら何やらかしたんだ？私たちは別に何も。ほら、ルリアちゃんを不安がらせるな、このバカ。あれじゃない？転入の書類とか手続きで何か聞くことがあったとか。まさかそれ、オイラたちの正体がバレちまったってのか？オイラたちだけじゃなくて、イオも呼ばれてるし、こいつはちょっとまずいかもだぜ。全員揃いましたね。それじゃあ会長、お願いします。ああ。フィロス共同学校、生徒会会長、ザラストラだ。まずはこの生徒会室まで足を運んでもらったことについて、礼を言おう。そして我が校の代表として、私は君たちに、告げなければならないことがある。申し訳ない！え？そこにいる風紀委員長、ラクレイスから聞いたんだが、君たちは昨夜、寮を抜け出そうとしていたそうだな。隠す必要はない。教職員寮にいた先生方についても、同様の報告を受けている。でもそれは別に悪いことをしようとしてたわけじゃなくて。皆まで言うな、イオ君。わかっていると。これは我々生徒会の責任だ。君たちはまだ学内に不慣れであるがゆえ、夜のうちに校舎を探索しようとしていたのだな。そうだな。実はそういうわけだったんだ。特に私たち教員は校内で迷って授業に遅れるなど決してあってはならないからな。全ては私の咎だ。通常の案内では足りないということを想像できていなかった。言い訳にしかならないが、実のところ転校生そのものが我々にとって未知の存在なのだ。わかるだろう？フィロス共同学校以外の学び屋など、この空域には存在しないのだから。転入という事態そのものが、空域内ではありえないということか。まさしくその通り。しかし、我々が君たちに配慮を求めるなど、あってはならないことだ。そこで、ものは相談なんだが、君たちの時間が許すのなら、もう一度我々に校舎の案内をさせてもらえないだろうか。ありがたい。君たちの心の広さはこの空域の雄大さにも匹敵する。そうと決まれば善は急げだ。この校舎の隅から隅まで改めて案内しよう。わからないことや気になることは遠慮なく尋ねるといい。我々生徒会が責任を持って答えるぞ。
は何か特別な存在を祀っているような、そういう施設はあるだろうか？ない。国内同様、この学校においても信教の自由は保障されている。それゆえに学校側が特定の思想、宗教に肩入れすることはない。校則に反さない限り、あらゆる自由が許される。それがフィロス共同学校の校風なのだ。それじゃあ聖少女について何か知っていることはありますか？聖少女、かつて星の民が使ったという兵器だな。白雨戦争以後は空の世界に根付き、このマグメル島にも存在するらしいが、すまない、聖少女についてはエガニス校長に伺うといい。校長はもともと歴史の研究をしていたそうだ。きっと詳しく教えてくれるぞ。ここが第13音楽室だ。第1学年から第6学年まで全ての学年の授業で使われる。音楽の授業の部屋だけで一体何部屋あるんだよ。音楽室は51、魔術実験棟が67、家庭科室が43に図書館が6つ、資料庫は1340番まである。その他に運動場、食堂、大講堂、無論どれもまだまだ増築中だ。一つの学校で一国の教育すべてを担うだけのことはあるわね。こんだけひとまとめにしてるといろいろ不都合も起きそうなもんだから、多空域から見れば不可思議に映るかもしれないが、これはこれで利点も多い。賛否は分かれるだろうが、校長の語っていた教育論からも。あれ、生徒会長だ。部長に用事？まだ教室にいると思うけど。そういう君はこれから練習だな。昼休みにも研鑽を欠かさないとは、実に素晴らしい。見たまえ転校生君、青春に汗を流す和光度の姿を。今来たとこだし、昼休みにそんな練習しないし、っていうか楽譜取りに来ただけだし。皆まで言うな。学業こそが学生の本分ではないかという異論は認めよう。しかし学業だけが人を作るかといえば断じて否だ。それゆえ我々は部活動を奨励している。我が校に存在する部は実に100種を優に超える。転校生君、君も何らかの部に。パティ、何事？何か視察とか？多空域から転校してきた方々に校舎の案内をしてるんです。なんか噂は聞いたな。第5学年には来ないって聞いたから、本当に噂だけだけど。君たちが転校生？会長の話じゃないけど、興味あったら軽音部も見に来てね。君ら第3学年と第1学年だよね。いやー、やっぱ後輩っていいなー。もう少ししたらステージもあるからさ、その時にでもまた考えてみてね。そういえば今年はパティが出るの？副会長だもんね。え、いや、私は会長、皆さんも次行きましょう。次早くしないと昼休み終わっちゃいます。会長、こんなとこにいたんですか？生徒会室にいないと思ったら。すまない、どうにも彼らを気に入ってしまってな。私自ら案内したくなってしまったのだ。何か急ぎの用事ですか？
各クラスに配布する衛星についてのガイドラインで意見をもらいたい箇所がありまして。ふん、どれどれ。これはあまり良くないな。すぐに直そう。パティア君、私は生徒会室に戻る。あとは頼めるだろうか。すまない、急用ができてしまった。君たちの心ゆくまで校舎を案内したかったのだが。ううん、いろいろ教えてもらって助かっちゃった。何かと忙しいみたいだし、これ以上時間をもらうのはこちらとしても心苦しいわ。この埋め合わせはいつか必ず。存分にヒロス共同学校への理解を深めていってくれ。すみませんでした、こんなことになっちゃって。別にジョイちゃんが気にすることねえんじゃねえか。そうですよ、生徒会長さん途中まででもしっかり案内してくれましたし。あ、そうじゃないです。なんていうか、そもそもの話で、初日に私がもっとちゃんと案内してればこんなことにはならなかったので。まあそれは、その確かにオイラたち学校をいろいろ調べようとしてたけど、案内が足りなかったんじゃなくて、青少女について知りたかったからなわけだしな。私なんかに教えられることあるかな。でも頼ってくれるのは嬉しいです。お昼休み、そろそろ終わりですね。皆さん、次の授業は何ですか？教室移動があるなら、そこまで案内して。うわぁ！は？何？当たり前っちゃ当たり前だが、ここにも魔物は出るらしいな。たま、大した数じゃねえ。すぐに蹴散らして。ダメです。危ないですから下がっていてください。あれはこちらで対処します。ああ、いや、そうか、心配はしなくていい。こう見えて私たちは荒ごとに慣れているんだ。伊達に空気は超えてねえってな。急ごうぜ。待って、そうじゃなくて、この場はあなたたちじゃ。被害が広がる前に早々に片付けて。体が動く。姉さん、どうしたってんだ。って何が起きたかは後だ。このままじゃ危ねえ。で、なんだ、引き金が動かねえ。こんな時に銃の故障？待ってて、私がすぐに。嘘！なんで魔法が使えない？こっちも同じだわ。何かに邪魔されてるみたいに力が。くそ、どうなってやがんだこいつは。先生、怪我はないですか？ああ、ありがとう。フィロス共同学校心得第32条、生徒会役員及び風紀委員以外の生徒、教職員の戦闘を禁じる。校則は頭に叩き込んでおいてください。カタリナ先生たちは特にです。な、何？待て、それはどういう。キティオン、他の委員を連れて空から来る奴らの妨害に当たれ。すでに降りている奴らは
一匹残らず僕が切る。了解。聞いてたな、野郎ども。委員長様の足引っ張るなよ。皆さん、大丈夫でしたか？何が起きたの？なんでさっきは魔法が。そういう校則、生徒手帳にも書いてある。委員長が出てくれたんですね。通りであっという間に。おっと、あたしを忘れてもらっちゃ困るぜ。なあ、パティちゃん。キティオンさんもいたんですね。ありがとうございます。パティア、他の風琴員を使っていいから、後の処理を頼む。キティオン、見回りに行くぞ。さっきの騒ぎで他の魔物を引きつけたかもしれない。オッケー！まだちょっと暴れ足りなかったんだよね。バカ言うな。戦わないで済むのが一番だ。なんなの？突然、拘束って。もしかして。ありました。やっぱりこれ。フィロス共同学校心得第24条。消灯時間以後は、生徒教職員を問わず、特就寝し、一切の活動を禁ず。え？待てよ。これ、どっかで聞いたぞ。ねえ、この拘束を聞いたのって、もしかして昨日の夜じゃない？おお、そうだ。意識が飛ぶ前に頭の中に響いてきてよ。それ、オイラたちと同じ状況じゃねえか！昨日の青少女と同じ気配が、さっき魔物と戦おうとした時にしてたんです。それで、拘束って言うから、もしかしてと思って。待てよ。ということはまさか。あった。フィロス共同学校、心得第32条。生徒会役員及び風紀委員以外の生徒、教職員の戦闘を禁じる。あの時風紀委員長の彼が言っていたのは、このことだったのか。強制的に学校のルールに従わせる青少女、さしずめ校則を司る青少女といったところかしら。校則を司るってお前、星の民が校則の研究でもしてたってのか。おかしな青少女はごまんと見てきたが、そこに輪をかけて無茶苦茶な青少女だな。作られた経緯はひとまず置いておくとして、厄介な青少女なのは間違いない。さっき青少女を呼べなかったってことは、ルリアの力でもどうしようもないってことだもんね。はい。青少女ミスラみたいに決まり事は変えられないみたいで。しかし、あくまで校則に従わせるってんなら手の内容はあるな。何せ校則自体は全部この手帳に書いてあるわけだろ。こいつを読み込むことがこの島を攻略する鍵になりそうだな。おうおう、昼に見た転校生さんたちじゃねえか。風紀委員会に何の用だ？学校の案内なら他を当たりな。食堂の裏メニューくらいしか私は教えられねえぜ。
なこと聞きに来たんじゃねえだろ。実は私たち風紀委員になりたくて。生徒会の人か風紀委員じゃないと学校で戦ったりできないんでしょ。生徒会の人になるには選挙とかいろいろあってすぐにはなれないみたいだし。理由聞かせてもらおうか。なんだって風紀委員になりたいんだ。もし校内で暴れたいってだけなら私がこの場で。やめろキティオン、無駄に威嚇するな。威嚇じゃねえよ、副委員長として動機を聞いてただけで。不純な動機じゃない、それは僕が分かってるからいい。ん？こいつやけにオイラたちの肩を持つな。で、風紀委員になりたいんだったな。うちは常に人手不足だ。力を貸してくれる奴はいつだって歓迎するが、昨日の夜この学校の階段は聞いたよな。階段？知ってるか、学校で命を落とした男子生徒の霊が夜な夜な島をさまよってるって。火のないところに煙は立たない。3年前実際にこの学校で一人の男子生徒が命を落とした。彼は風紀委員だった。魔物との戦いで命を落としたんだ。そんな。戦うことを許可された風紀委員の仕事は文字通り命がけだ。限られた生徒だけが戦えるんじゃない、限られた生徒しか戦えないし戦わないんだ。戦えることは特権じゃない。それでも意志は変わらないか。学校を守るとか正直そういうのはよくわかんないけど、でも私たちは戦えるし戦わなきゃいけない理由があるもん。ためらったりなんかしないんだから。わかった。ただあの時のような悲劇は繰り返すわけにはいかない。何より僕たちが力を及ばず果てるということは他の生徒たちの危機に直結する。だから君たちの力を。間違いよ委員長、新人の力試しなんざ学園最強の剣客が出る幕じゃねえ。ここは私が遊んでやら、風紀副委員長としてな。私たちは何でもいいけど、でも今の私たちは戦ったりできないんじゃないの？その心配はない。風紀委員長の権限で限定的に許可を出すことはできる。表に出な転校生、空域を超える力ってのがどんなもんかこの私に見せてみろ。
やるじゃねえかよ転校生。だがな、ここからが最強無敵キティオン様の。いい、そこまでだ。申し分ない力を持っていることは十分分かった。やっと体が温まってきたとこだってのに。風紀委員長の権限において君たち三人を風紀委員として認める。活動の細かい内容はキティオンから聞いてくれ。僕はザラストラに報告してくる。わかりました。ありがとうございます、ラクレイさん。呼び捨てが嫌なら委員長か先輩で呼んでくれ。じゃあ、あとは頼んだ、キティオン。へえへえ、わかりましたよーと。一つ気になってたんだけど、委員長とキティオンは何年生なの？委員長と会長は第6学年、私とパティは第5学年だ。わかりました。それじゃあ、よろしくお願いします、先輩。うん、ルリア、もう一回。先輩？いい、ルリアは後輩力が高いな。ねえねえ先輩、それで風紀委員は何すればいいの？何か活動とかあるんでしょ？おう、それはだな。集合な。イオの教室寄ったら私もすぐ行くからな。キティオン先輩、ウッキウキだな。いつもあんな感じじゃない？機嫌いいと焼きそばパンくれるよ、あの人。なんかルリアのことを妙に気に入っちまったらしくてよ。後輩力がどうって。わかる。しかし大変そうだな。風紀委員になったってことは卒業したら軍に入るのか？そういうわけじゃねえけど、逆にオイラたちにとっちゃ不思議なんだけどよ。校則で決まってるって言っても戦えないって嫌じゃねえのか？魔物とかに襲われても逃げることしかできねえんだぜ。戦うことが専門の人がやった方が安心じゃないか。きちんと気をつけていればそうそう危ない目にあったりもしないし。嫌かどうかっていうより考えたこともなかったかも。ほら、そもそも学校の外でも軍の人以外が強い力で戦うことを国が認めてないし。でもやっぱり私はそんなに悪くないと思うな。イスタバイオンは平和だもん。それって戦う人が限られてるからでしょ？そう言われりゃそうなのかもしれねえけどよ。